はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ジーンズ大和アイモール三好店の接客アドバイザ ジーンズソムリエの若月です。改めてになるんですけども、新店に移ってから、じゃあジーンズ大和の三好店何が変わったのっていうところを少しずつ紐解いていこうかなと思っております。具体的な商品ラインナップですね、日本ですとエドウィン、リーバイス、非常に僕らがナショナルブランドというブランド、大きいブランドですね、みんなが誰もが知ってるよっていうデニムブランド、いくつかあると思うんですけども、日本で最初にブルージーンズ作ったのってビッグジョンなんですよ。意外と知らない人多くて、今年で80周年っていうタイミングを迎えるんですけれども、もっと言うと国産のブルージーンズっていうものを作ったのも初めて、作ったのもビッグジョン、ユーズド加工、今普通ですよね、こういうダメージ加工とかここにもあるんですけども、これ普通ですよね。これ最初にやったのがビッグジョンさんなんですよね、っていうぐらい技術力が高いし、やっぱりそれだけ日本人のことを追求してきた、追求し続けてきたデニムブランド、これがビッグジョン。ビッグジョンで、いやらしい話なんですけど、僕、全国の、ビッグジョンの、販売キャンペーンといったらあれなんですけども、そういったのがあって、それで、日本一っていう、まあ、期間的に見る短期的な結果なんですけども、それで一応日本で一番っていうのも、3回かな、累計、自分の所属店舗、在籍店舗で、3度ほど取らせていただいてるんですよ。なんでもしいろんなところでビッグジョンっていうブランドを見かけて、じゃあ何がすごいの、何がいいの、こういったこともお話できることあればしていきたいなと思っております。結論何が言いたいかというと、ビッグジョンすんごいうち種類多いんですよ。で、これ僕が勝手に言ってるだけじゃなくて、近隣のお客様とかでもやっぱり頼ってきてくれる人とか、こんなにビッグジョンやってるんだとか、昔から知ってるブランドだけれども今こんなものを作ってるんだねとか、こんなに種類あってこんなにフィットがいろんなものがあるんだね、やっぱそういう風に言っていただける、やっぱりお客様の期待に応えられるラインナップ、引いては2階で良かった部分ですよね、2階で良かった部分を1階に残してるよ、今のお店ハイモール三好店に残してるよっていう話したと思うんですけれども、その筆頭にあるのがこちらかなというところでございます。前回同様、何かお問い合わせ等々あればコメント欄にてコメントいただいたりしたら、それも随時、動画にするなり、まとめてこう一件答えていくなりっていう、そういうこともやっていきたいなと思ってますんで、はい、ご視聴いただいている皆様、いいね、グッドボタンであったりとか、もちろんダメだったらバッとくれても全然いいです。でコメント欄で気軽に何かダメ出しだったりとか、そういったもののリアクションいただけると、こうやってる側としてっていうのは非常にモチベーションにもつながりますし、あ、こういう風に喋ったらいいんだなっていうのが分かったりするので、何卒何卒よろしくお願いいたします。ということで、今日はこんな感じで、365日、ジーンズで遊ぼう、大和で遊ぼう、ご覧いただきありがとうございました。ビッグジョン、インターネットもよろしくお願いします。アイモール三好もよろしくお願いします。